の獅子大学を忍びていくガンダム00 2期18話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。これは反連邦勢力による未曾有の大型テロ、ブレイクピラーから4ヶ月、多数の犠牲者とその遺族の悲しみは未だ言えません。しかしメメントモリにより軌道エレベーターの完全崩壊は免れ、崩落の影響による異常気象も沈静化の兆しを見せています。そして今日人類は新たなる復興の日を迎えました。何を言うとんねん、頭かち割ったれ。加盟国の技術支援によりアフリカタワーの送電が再開されたのです。うんこうんこ。喜ばしい日に初代地球連邦大統領として宣言します。復興とともに新たなる戦いも今日から始まるのだと。大型テロを未然に防ぐため地球連邦軍はその指揮権を独立治安維持部隊アローズに集約、反連邦勢力を撲滅し真の統一世界実現のため邁進していく所存です。テロが起きた911と同じような感じやな。からの乗り込み。マネキン大佐の消息はまだつかめんのか。保安局員を増援しているのですが。おお、マネキン大佐が、おお、消息消えた。おお、マネキン大佐の消息はまだつかめんのか。おお、保安局員を増援しているのですが。合流か。カタロンと。何？なんだ、ソルシャルビームが空に現れただと。おや、4ヶ月後。オービタルリング上にあるメメントモリ2号機です。おほほほほほ、破壊しろ、落とせ、落とせ、落とせちゃうけど、やったれ。道を開く、かっこいい、道を開く、いい音楽、一瞬で落とせ、こんなもん。さすがアローズ、守りが固い。ならば、おお、速攻出ていく。一緒になってるのいいな。彼女のフォロー了解。一緒になってるのはいいけど、あんまりやってる、出てほしくないな。マリ協力するのは今回だけだ。衛星兵器を破壊するためなら。うん、到達した。了解、オランダです。サジも分かってきたな。おお、いやすごいよなこれ。おお、おお、いったか、いったか。交差する思い、どうなったんだい。あれはビーイングが衛星兵器を叩いたか。おお、言ったか。アローズが空に目を向けてくれれば、うん、我々への操作も緩むな。これを機会に。あー、出た。おお、もう容赦ねえな、もう容赦ねえな。大義名分もできたわ。隠居生活。ああ、いや、こっちか。もうできたから慌てないの。コナンの声目立つなって言うだけで聞こえるわ。この隠れ家にもいつまでいられるかしら。軌道エレベーターの一件で戦力をズタズタにされたからな。体制を立て直すまではプラス追い打ちな。アローズの監視が厳しくなっている今、そんなこと。ソレスタルビーイングがいるさ。彼らは絶対の存在じゃないわ。だが行動しなければ何も変わりはしない。大事な言葉。はい。怖いのよクラウス、私たちは抗えない大きなうねりの中にいるような気がして。確かに巻き込まれとんな、まさに。そしてこの歌が、この歌めっちゃ大事そうやな。この歌はマリなの。どうしてこの歌がラジオから。おお、ラジオから。え、なぜ、なぜラジオから。異常事態よ。何か。マリ、いえ、マリ、その名で呼ぶなと何度言えばわかる。ああ、ソーマ。私はソーマピーリス、超人機関の長兵1号だ。マリ、ソーマ目線すごいところにいるな。うわぁ、まあ言うてやったのは自分らのチームやからな。なぜ、なぜ大佐が死ななければならない。はい、そういうことや。おお、バックフリルなよ。アンドレ少尉殺したというの、肉親を、実の父親を。どうした、マリ。黙れ、私はソーマ、ソーマピーリスト。ああ、私が欲しくても手に入れられないもの、なぜそう簡単に捨てられるの。あるよね、そういうの。大佐に彼女を二度と戦わせないと誓ったというのに。うん、僕はしばらくそっとしておけ。心の整理をつけるのに時間は必要だ。しかし彼女に危険な真似を。自分の考えだけを押し付けんなよ。大切に思ってるなら理解してやれ。あ、戦いたいという彼女の気持ちを。大人やな、本当に。双方なんだよな。ルイスも同じなんだろうか。家族を失った悲しみを確かに憎しみに変えて。確かに。僕はルイスに何を言えば。
おお、塞がそうな。病態はどう？肩口の傷を中心に細胞の代謝障害が広がっています。疑似GN 粒子の影響。ああ。ですがその進行は極めて緩やかなんです。ラセさんの症状とはまるで違う何かの抑制が働いているとしか。こういう時にベーダにアクセスできれば。なんだろうね。アリアルサーシス、いや WO を手に入れようとするイノベーターの策略。つまりツインドライブの情報は向こうにはないということ。そういうことだね。切り札は俺のガンダム。うん、これがキーである。ブルスタルビングが活動再開したようですわね。頃合いだと思っていたよ。正直なところ今の状況に落胆していますわ。落胆？情報統制と軍備増強、旧世代のやり方を世界規模に広げただけ。この後どうするおつもりです？人間が知る必要はないね。いずれ全ての人類はイノベーターとなるのではなくて。それは違うよ。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。例えば富や権力を当たり前のように持ち、同種でありながら大衆を上から見下ろす旧世代の考え方とか。私のことをおっしゃっているの？望まぬとも時代に取り残されていくのさ。君の美貌が時とともに劣化していくように。やかましいやつだな。華やかかりし頃の過去に固執し、他者を傷つけて安寧を得る。いけないことだと分かっているのにやめることすらできないんだ。頭にビーム落ちそうや。誰かが悟してやる必要があると思わないかい？それがあなた方だと。人間の価値観は狭すぎるんだ。君もやろ。僕らはもっと広い視野で物事を考えている。本当か？狭く見えるぞ。そうですか。ならその広い世界の変革期待しておりますわ。カチカチに見えるけどな。一つ言っておくよ、君はイノベーターにはなれない。巻き惜しみか？悲しいけどそれが現実なんだよ。いいのかい？彼女をあそこまで突き放して。もはや利用価値はないさ。ほう。なんなら君が面倒を見るかい？まさか。この4ヶ月よく彼女と会っていたじゃないか。うん。ソレスタルビーイングの情報を聞き出していたんだよ。そうかい。ならそういうことにしとくさ。おー、こっちはこっちでいろいろとなんかありそうだな。注意になられたそうですね。どうやらブレイクピラー事件で私が撃墜した機体がクーデターの首謀者のものであったことが判明したらしい。それが上層部に認められたようだ。おめでとうございます、注意。まさか君に祝状もらえるとは。実の父親を殺して昇進とは。さすがはアローズの精鋭、頼もしい限りね。えぐったれ。どうしてそれを。申し訳ねえけど本当なんですか、注意。父親を殺したって。父は反乱分子に加担していた。えぐったれ、グリグリ。私は軍務を全うしたまでだ。お父様だと知っていて撃ったんですか？なぜです？平和のためだ。紛争をなくしたいと願う人々のためだ。軍を離反し政権を脅かす者は処断されなければならない。これってさ、彼が嫌っているお父さん像と同じことやってね。お母さんも諸共もう犠牲となってください。これもある意味やってること同じだよね。同じになっていいの？ちょっと疑問は生まれる。っていうか、あの今のところ彼のやってることはすごい嫌いです。マジで理解できるところは理解した上で安定して嫌いでした。あ、ちゃんと理解しますから。ちゃんと理解しますから。ただ、あの行動はね、まあまあ、共に、あの、対話がなかったことのつけとなるんで、それはまあ、ちょっと、まあ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 、双方にね、それはあるけども。せめて、肉親の手で葬ろうと考えたのは、私の情けだよ。ほう。そんなこと。同じ状況になれば、君はどうする？それは。他人の命は奪えても、肉親はできないというのか。おお、正当化しようとしてんな。女子の男と家族の敵を撃とうとする女。ああ矛盾。あんた、ひどい。彼女のことが大切なら君が守ってやることだ。これは空気険悪。順位、我々は理想のために戦っている。おう。そのためには決断をしなければならない時がある。刺さらないな。君にもそのうち訪れる。サジをできるだろうか、私に彼を。ですよね。いやいやいや、こいつ本当にバッドモードやな。本当にあのバカ息子は。筋は通ってるんだけど。ルイス・ケネディを取り戻すには戦うしかない。彼女を取り戻す戦いをするんだ。それが。もう手を置かれた瞬間の嫌悪感。ああ戦いは。ずいぶん前のなんか戦いの話が解消されたな。ずいぶん前ですか、数話前の戦い、それなりの戦いやな。ついに連邦軍がアローズの殴りじゃなくて入りやがったか。どう4ヶ月間だけでもアローズからの攻撃は20回を超えているのに。やべえな、ガンガン。
その件だが、やはり敵さんはこっちの位置を特定できるんじゃないのか。ますます自利品です。うん、前から言われるのリエが、やはり例の作戦を実行に移した方がいい。例の作戦、あぶり出しか。ベーダよ、連邦。いいえ、イノベーターはベーダを使って情報統制しているとみてまず間違いないわ。ベーダを奪還すれば。だが肝心のベーダの所在がわからなければどうしようもないだろう。ならば場所バレが気になるけど、情報を知っている者から話を聞くしかない。え、まさかイノベーターを。そうだ、そのまさかだ。ねえライル、聞かせてくれる？何を？あなたのお兄さんのこと。わお。思い出なんかないよ。わお。俺はジュニアスクールの時から寄宿舎にいたんでね。どうして寄宿舎に？出来のいい兄貴と比べられたくなかったんだよ。戦うことより逃げる方を選んじまった。でもあなたはお兄さんと同じガンダムマイスターになった。彼女怖いな。動機が違うって。そういや聞いたことなかったが、アニューの家族は。私の家族？データ。あ、私はその。おっと、 NG ワードか。言いたくないなら言わないでいいさ。アニューは今ここにいる。俺はそれだけでいい。俺は嫌だ。ライル。だろうな、だろうな。なんだ。アニュー、アニュー、アニュー。私、意思共有。キスの途中で冒険な。彼女自身が情報を流すというか、干渉されて全部情報が筒抜け状態みたいな感じなのかな。ワンチャン敵艦発見。なんかおもろいな。カタロの方にはね、録音を通して情報がいって、まあそれはどうでもいいけどもね。こっちはこっちでアローズの方に情報がいって、イノベーターの方に行って、あーあーあー、なんかあの二人はそういった状況になっとんな。簡単に報告を。わあ、リバイブ。犬みたいに鼻が効くんだから。完全に感謝してるってこと。うちの犬も可愛いぞ、テッド君。何の話だね。ねえな、トリニティからの連絡は？まだありません。ねえな。使えないかな。まだねえな。使えねえ、使えねえな。おっと、お、なんだ、ビブルカードか。お嬢様、これは。お兄様、感度進路プトレマイオスへ。リバイバル隊から入電。ソレッサルビングを派遣。ポイントは ES8874 です。ほう。モビルスーツ隊を発進させよ。ライセンサーの2人にも協力を仰げ。了解。モビルスーツ隊発進準備。モビルスーツ隊発進準備。ようやくアヘッドになれるか。各機能異常なし、 GN ドライブ接続開始します。大きな戦いが始まりそうだな。私は戦う、戦うんだ。アヘッド第一招待、出撃する。了解、パレビー機、テイクオフ。かっこいいね。お、機体の整備は万全だ。君の言う奥義とやらもさらに磨きをかけておいたよ。なぜ逆さま？だから。皆まで言うな。おう。宣告処置だ。おお。高圧カメラがモビルスーツ部隊を捕捉しました。戦闘中域到達まで〇〇54。総員大変です。敵が来るです。総員大変です。よろしくです。ミレイナ、かわいいな。ハッショリすぎ。肩の具合は問題ない。おいね、やっと。何？いや、なんでもねえよ。なんだ、何を言おうとした。行くのかい。無論だ。悲しいね。わかった。状況は？なんか分かれそう。モビル施設部隊計12機を捕捉しています。意外に少ないですね。油断しないで。けどチャンスだ。敵部隊にイノベーターの専用機がいる。それを叩くのはいいけど、ただそれじゃ終わらんだろうな。サージクロスロード。アローズの部隊の中にルイスの乗った機体があったよ。この4ヶ月は戦力を整えるために敵から逃げ続けてきた。でも、もう戦うんだろ。あ、ルイスを撃つつもり。それはお前次第だ。戦いは破壊することだけじゃない。おお。作り出すことだってできる。俺は信じている。俺たちのガンダムならそれができると。あとはお前次第だ。僕は引き金を引けない。分かっている、うん、ルイスに叫び続けることしかできない。お、分かっている。それが銃弾だよ。僕は会いに行こう、ルイス・ハルビーに。いいね、声の銃弾を飛ばしたらええんだよ。あ、トレミ。ええー、な。第2、第3ハッチオープン。アーデさん、戦果を期待するです。了解。了解。ディエリア、アーデ行きます。ディエリア、なんか俺ほんと好きになったな。準備はいいかい。わ、ここでこの曲か。やってくれ。わかった。君を守るよ、マリ。アーチャーアリオス、アレリアハプティズム、ソーマピーリス、迎撃行動に向かう。ソーマピーリスな、マリーじゃなくて。アニュー、聞いてるか。どうかしたの？愛してるよ。まさに狙い撃ちだな。ね、いつの間に。狙い撃ち。あ、うまい。あ、複雑。複雑。ヘルディム、ロックオンストラトス、狙い撃つぜ。かっこいいな、この男。でもそれは死亡フラグだ、やめろ。行こう、セッタ。いやー、みんなうまいこと言うな。狙い撃ち、恋の花が咲いた。おう、サジ、恋に覇気がなんか出てきたな。かっこよ。
でもこのまま綺麗にこの戦い終わるとは思えんな。怖すぎる。ちょっとずつ失ってんだよ。ルイス、サジ、母さん、ダイさん、マリー、みんなね。アニュー、ベーダ、おお、ガンダム、それぞれの思い、交差する思い。ミッションスタート。うわー、半端ねえ。なんかこの後半戦の怒涛の畳みかけがやばいな。はい、ということで後半戦からの後半戦見ていきましょう。おお、ここへ急いで誰が来る。コナン感がすごいな、やっぱり。あっ、逃げろ。あ、違うか。最悪だ。マネキンが来たと思ったら、危ない。あ、子供たちを連れて逃げろ。撃て撃て俺今度撃っちゃうからね。容赦なく。あーって言ってたら撃たれた。あー、おー、この情報は必ず直接あなたが彼らに伝えなさい。ワン、このポイントにベーダが。ベーダが、は、え、何が起きんの、何が起きんの。そして容赦なく撃てっていう俺多分ここら辺みんなのあの言うならリアクションとずれるだろうね。うわ、撃っちゃダメだじゃなくて、あ、ちょうど目の前に敵がいる。あと引き金を引くだけ、撃って逃げろっていうさあかんよね。俺ならもう容赦なくバツコンを打って逃げるからね。はい、ということでね、今回はこんな感じで締めていきたいと思います。なんかちょっと怖いですね。マリナ大丈夫ですかっつうところと、そしてやはり空は空でいろいろとちょっとやばい方向に行きそうだなと。空、それを宇宙と読ませるっていうのはまたセンスの塊ですな。はい、ということでね、今回はこんな感じで、また次回一緒に楽しみましょう。グッドボタン押しましたね、チャンネル登録も押しましたね、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!